こんにちは、なつきです。はい、今日は久しぶりにドンキ1万円企画していきます。ドンキ1万円です。なんかね、今回本当にいいお買い物できました。いつも言ってるかもなんですけど、本当になんか欲しいものがちょっといっぱいあったので嬉しいです。そんな感じで紹介していきたいと思います。金額がね、ちょっとオーバーしちゃったんだけど、19,960円でした。ちょっとオーバーしすぎ。本当に欲しいものいっぱいゲットできたので紹介します。レッツーゴー。じゃあまず一つ目は、あ、これにしよう。じゃん、サボンタイムクリップ。これは車の匂いのやつです。で、車に置いてないんですよ今。で、なんか置きたいなと思って、この消臭にもなるし、多分匂いも出るやつで、私はなんかザ匂いっていうのは嫌いなのね。だからフローラルムスク、フローラルな、なんか爽やかな匂いにしました。2個入りもあったんだけど、もしかしたら他のがいいってなるかもしれないので、一旦1個入りにしました。なのでこれを試してみたいと思います。で、次はじゃん、皆さんこれわかります？洗顔リストバンド、洗顔タイムをおしゃれ&快適にです。あ、この色はショコラブラウン。今もこのリストバンドを耳も私も使ってるんですけど、何回か洗濯するんですけど、やっぱりちょっとよれてきちゃってるので新しいの買いました。黒可愛くない？今私グレー使ってるんですけど、黒可愛いと思って黒買いました。で、このパンダさ、なんかちょっと見覚えないですか皆さん。実はじゃじゃーん、これもよく買うんですけど、タオクレンジングタオルです。これは洗顔とかメイク落としとかした後に顔が濡れるじゃん、その時に拭くクレンジングタオルです。ティッシュもまあいいと思うんですけど、こっちの方が拭き取り吸収してくれるのでいいなって思います。なんかこうロール型もあるんですけど、そっちも試したことあるんですけど、私はこっちの方が取りやすいのでこっちにしました。みんな多分こっちの方が取りやすいって思うので、これにしました。これ体でもいいらしい。そう、これと多分同じなんですよ、メーカーが。めっちゃいいじゃんと思って、このメーカーで。まだあります。じゃん、これね、初めて見たの。マルチパックです。クレンジング用にもできるし、この角質オフにもできるし、部分パック染み込ませてパックとかにもできるし、拭き取りパッドにもなるですよ。で、私は結構この物もらいのちょっと前のこのプツっていう出来物、目によくできるんですよ。で、それって結構そのクレンジングオイルをして、その後に目もしっかり拭かないと、私結構できるんですね、それが。だからこれ、目こうやって指を挟めてこうやってやろうかなって、こう目よく拭けるので、なんかパックとかにもしてもいい。結構大きいサイズ、いいじゃん。ちゃんとパックみたいに入ってます。めっちゃいい、いいお買い物ですね。次がお風呂系でいこうかな。じゃん、キャンディドールトーンアップスクラブパック、洗い流すタイプです。ボディ用洗い流しパックですね。2分で仕込むって書いてあります。透明感白肌パック、もう夏ですよ。夏なんでちょっと日焼けも絶対するので、こういう角質オフしてトーンアップがちょっとやっていきたいなと思って買いました。2分だって、2分いいんじゃない。結構くすんだお肌も透明感白肌に。全身トーンアップしたい方、気になる肘膝の黒ずみ汚れに、日焼けの肌の補正ケアにって書いてある。いいじゃん、海やプールの前日にやっぱ白くなりたいかららしいです。これみんな使えるかなと思ってお風呂にポンって置きます。で、なんか今気づいたんだけど、数量限定、たっぷり大容量らしい。これ限定品らしいです。やった。次、じゃじゃーん、これはもう見覚えありますよね皆さん。オーシャントリコアンサーミルクです。オーシャントリコのミルクです。これね、本当にもう4本目ぐらい、もう家族みんなで合わせたら何本かわからないぐらいマジで使ってます。はい、これがちょうどなくなったので、まあ、リピ買いで買いました。私はオイルも使ったことあるんですよ、オーシャントリコの。でもやっぱミルクがいいなって思います。めっちゃサラサラになる。あとはメイク系ですね。じゃん、
これデイジークムードブラーリップペンシルの07番です。これ持ってなかったっけって思う方いると思うんですけど、これ本当はミミが2種類持ってて、このペンシルをで私が一つ盗んだんですよ。盗んだっていうかちょっと仮パク、ずっと借りてたんですね。そしたらとうとうミミに返せって言われて、もう没収されたんですよなのでちょっと欲しいなと思ってドンキに行ったらあったので買いました。てか暑い、なんかエアコン消えてるわ、暑い。あじゃーん、これです。これみんな見覚えあるかな。こんな感じでペンシルになってて、私はこう唇をぷっくりさせたいのでよくこれを塗ってます。こんな感じ、これめっちゃ好き。次まだメイクあります。じゃーん、これちょっとごめんなさい、開けちゃいましたジルリーン涙袋ペンシル031番クリームベージュです。これね、これもさ絶対みんなさ、え、夏希ちゃん持ってなかったっけって思うよね。これね、なんかミミのチャンネルでメイク紹介かな、メイク紹介した時になくしたんですよ。でこれ結構お気に入りなのね。こっち塗ったんですけど結構いいの、これがこんな感じで涙袋ライナーじゃないな、涙袋ペンシルです。なんか同じのを買ったわけじゃなく、今このパッケージを見て気づいた、あれこれ前持ってたわって。だから何番使ってたかは覚えてないけど、全く同じ種類のペンシル買いました。見つかった時にちょっとあれだけどね。あとはもうお菓子食べ物です。あとはじゃじゃん、梅干しシート、これ大好き、これ美味しいよね。最近コンビニとかで見なくなったので、ドンキとかスーパーとかに行かなきゃないので買いました。最近スーパーもない気がする、これあるのかな。で次じゃん、ブラックサンダーの大きいバージョン。なんかこの間久しぶりにコンビニでブラックサンダーを買ったんですよ。そしたらガチうまいってなって、ブラックサンダーってこんな美味しかったっけってくらい美味しくて、ちょっと大きいの買っちゃいました。次、まだお菓子系じゃないのあった、じゃん、サンリオのクロミちゃんの、保湿リップです。これ保湿いいのかわかんないんですけど、ちょっと可愛かったので買っちゃいました。これはサンリオコーナー、ドンキのサンリオコーナーめっちゃ可愛いんだけど、びっくりした。なんかあるっていうのは知ってたんだけど、もうじっくり見たことがなくて、で今日いろいろ見てみたら、めっちゃ可愛いのあると思ってびっくりした。じゃーん、あ、普通に薬用リップですね、真っ白の。でほらこの柄が可愛くない、クロミちゃん。まだいいのかはよくわかんないんですけど、ちょっと使いたいと思います。次がもうお菓子だけです。じゃん、カントリーマーム。カントリーマーム普通に好きなんだよね。皆さんどっちが好きですか、味。私はバニラが最近好きです。次じゃん、一蘭ってさ、ちょっといいお値段するんだね。約500円ぐらいした、びっくりした。でも一蘭って美味しいよね。私ラーメン具がない方が好きなんですよ。だからザルそばとかそういう具がないやつ結構好きなんで、最高、美味しいし。で最後、みんな見て、じゃん、見てこれ、ずっと探してたの、やっと見つけた。これ規格外で6袋ぐらい買いました。あのね、これ最後の200円、残り200円って時に、うわ200円だからじゃあお菓子コーナー行くかって言ってお菓子コーナー行ったんですよ。そしたらワンチャンあるかなと思ってグミのところをこう漁ってたら、めちゃくちゃあった、最高。なんか前までは薬局で見つけてハマったんですけど、薬局になくなって、それがこれが行ってるところがマジで少なくなって、またいろいろ探したら今度はダイソーにあったんですよ、100均のダイソーに。でうわ最高と思ってダイソーでめっちゃ爆買いしてたんですけど、今度は見つけたダイソーにこのピンクがなくなってて、私は絶望よ、えないと思って、でまたこれのグミを探してたんです、いろんなとこで。そしたら今度はドンキに巡り合いました。
マジ大好き。これが最後です。ね、どう？結構いいお買い物してないですか？マジで私今回大満足。本当に。食べ物もそうだし、物もそうだし、本当に大満足でした。こんな感じで私のドンキ1万円は終了でーす。なんかみんなもドンキで美味しい食べ物だったり、これいいよっていうコスメとかあったりしたら、ぜひ教えてください。私は本当はね、ミミが使ってるラム&のリップが色味がめっちゃ可愛くて、それはもう欲しくて行ったんですけど、売ってなかった。なんかファンの子がくれたらしいんだけど、めっちゃセンスいいと思ってめっちゃ色良かった。何番とか私覚えてないんですけど、でもなんかママはネットしかないんじゃない？って言ってたのね。ネットで買おうか迷ってます。それぐらいロム&のリップが可愛い。はい、ってことで終わります。あ、一番のお気に入りしとく。せーの、じゃん。これはマジで大好き。みんなこっちじゃないんかよって思った。これが大好き。はい、せーの、おわそー。バイバーイ。